まあ、全然旅できてないですね。お仕事旅ばっかりですよね。そうですね。だからその番組もなんか途中から結構海外ロケ多くなってきたじゃないですか。はいはい、超羨ましいと思ってます。だからなんか別にね、映らなくていいから連れてってくれよ。そうそうそう、むしろこっちよりそっちの方がね。そうですね、映っても二日酔いでパン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 なんで。最後の、あ、金城さん、金城さん、はい、こればっかりなんですよね、いつも。私が身ごもって、私があの出産して、私が動けなくなって、でなんかで私のお金も減ってって、なんかすごくないですか。でも本当こう女性がこうあの妊娠出産を経て、そしてまあ仕事っていうのは、これはもう結構セブンルールにおいても結構ど真ん中のにあるようなテーマだと思うんですよ、ね、そうですよね。まあでも金城さんだけの問題じゃないことを提示してくださったので、うん、そうですね、今の社会の状況とか、ね、そうですね、出産はこう分かりやすい私たちの勉強の場でもありましたよね。そうですね、やっぱりなんか、ね、わががわががで暮らしてきたはい、はい、俺たち に、はい、にとっては初めて人のためになんかしなくちゃいけないってこと、耐えるとか、それがやっぱり、まあ、個人にとってもすごい成長というか絆だったりとか、そっちにつながってきますよね。私は本当に、まあ、出産に関してはいろんな立場だったり考え方があって別にいいんですけど、うん、私はうっかりたまたま産みましたけどうっかり、はい、私はもう子供とかいなかったら本当ゴミですよ。ゴミだの虫けらだの相当ご自身の、あ、そうです、でもだったんですけどってことだね。いや、だからこう学べてね、ちゃんとやっぱりなんか本当に自分のことばっかり考えてそれまで生きてきましたから、はい、やっと人になれたというか、はい、そんな感じはありましたね。で、金城さんはもう本当にもうこういう集中型の方なんで、これは分かんないですよ、編集者をどうするかっていうのは。そうですよね、今小学館ももうどうしようみたいな、もう大混乱ですよ、大混乱。金城さんもこうどういうこう母としての意識の変化が起きるか分からないですからね。分からないです、もうどっちかの可能性もありますし、急に両立しだすかもしれないし、わかんないですね。楽しみですけどね。本当にまあね、お子が生まれるっていうことは素晴らしいことなんで、なるべくこの社会とかがこうもうちょっとそこが寛容的になってこうサポートできたら、まあ不安とか、まあお金の不安とか、はい、なるべく周りがこうサポートして生活しやすいようにね。そうですね。そういう環境とかこう意識がこうちょっとでもこう変わっていったら、そうですね。僕自身もやっぱりそういうのあの。ね、妻がこう出産して、それでやっぱり変わったというか、いろんな、うん、いろんなケースが状況でね、応援できる状態作りたいと思いますね。そうですね、この番組はそういう応援とかなんかそういうものになってたら嬉しいですよね。なんかここから楽しみなところで最終回というか地獄のような地獄のような、そうです、これで、そうです、あのもちろんあのオンエアの方もそうですけども、時間泥棒も最終回ということになります。もうでもだから青木さんと気が向いた時に、はい、YouTube で、あ、はいはいはい、時間泥棒というチャンネルを作って、あ、時間泥棒泥棒ってことですか。時間泥棒泥棒泥棒チャンネルみたいな、泥棒チャンネルですよ泥棒チャンネルもう忙しいんで気が向いた時にやっていただけると皆さん楽しみにしてらっしゃると思いますので、次につながります。はい、どうも本当に、じゃあ、まあ、この一旦この時間泥棒に関しては終わりますけど、あ、お世話になりました。どうもお世話になりました。ここからはでは飲めや歌えやのお付き合いをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうシラフではなくなるってことですね。そうですね、本領発揮でお付き合いしたじゃあそのステージでそのあお酒の爪で、どうもどうもありがとうございました。失礼いたします。どうも失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。人気漫画編集者、出産を経て働き方はどうなるのか、
こんなに一日仕事がなくて何もできないんだって。金城小百合のセブンルール。